3つくらいぶち込んで、はい、よっしゃできた、プルプルゼリーで新規飯スイーツ達成ということで、はい。というわけで、どうも皆さん、こんにちは。小井でございます。今日もロストエピック続きからやっていきたいと思います。で、まあ一応ね、ここずんずん進んでいきたいなと思っております。まあ下だね。で、一応ね、心力が足りないっていうんで、クエストをね、何個かクリアしてきました。というわけで、クエストを達成したのが、新しいおもちゃですね。魔性な擬態した2個納品ということで、まずこれからいきましょう。はい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 。これね、大変だった。持ってくの大変だった。持ってくの大変だった。まあ、とりあえずね、これでアニマが7500円いただける。で、新規メスイーツですね。で、このプルプルの肉片を使うやつ、これレシピ見つからなかったんだけど、ネットで調べちゃいました。プルプルの肉片3つでできるということで、これも報告という感じですね。で、恐怖の矢、これは、まあ、敵を倒していくしかないから、フェイスグラディアンアーチャーいっぱいいたからね。弓矢で10体倒してもらう。あー、なるほど。そういう倒し方ね。オッケーオッケー。そしたら、これで、はい。ということらしいです。で、心力だいぶ溜まったんじゃない？辛い戦いか。まあ、行くしかねえな、とりあえず。その辛い戦いがどんなもんだかわかんねえからよ。俺ちゃんはさ、俺ちゃんはその戦いがどれぐらいの戦いになるか、わかんねえからよ。このまま行かせてもらうぜ。で、一応これ見て。前回拾ったボディーパーツをね、装備したんですよ。で、服装が変わってます。鬼武者からなんか、貴族になりました。というわけで、まあ、下に行くわ、とりあえず。先進んでいくんですけど、先手必勝。よいしょ。んで、切る。よいしょ。デカブツは俺の相手にはならねえぜ。ん？あ、開いた。あ、よしよしよし。待って待って。待って待って待ってないよ。一旦落ち着こう。一旦落ち着こう。でね、一応体力を回復させる、よいしょ。ガントレットね、身につけてるんで、だいぶね、継戦能力上がってるはず。だいぶね。おっ、ちょ、おい。そこ足バンドかよ。そこちょっと、今、何足バンドあれ。ねえ。僕わかんないんだけど、足場あるの、そこ。ね、本当に言ってるそれ。足場あんの？降りてみるけどさ。足場あんのこれ。足場あるわ。足場あった。おお、なんか豪華なとこ出てきたね。まあ、とりあえずこれ、あれか。左行くと多分、ショートカット的なのが、できるんじゃないかな。雰囲気的にさ。はい、壁でした。壁でした。壁でしたね。となると、こう、下にいるやつを倒さないといけない感じかな。右へ行って、下へ降りて、行くという感じじゃなかろうか。結晶石。結晶石いっぱい欲しいんだよな。はい、はい。いや、勝てえな、君ら。追い詰められてる。俺、追い詰められてる。俺、追い詰められてるぞ。よいしょ。オッケー、よいしょ、オッケー、オッケー、ドドドンドドンドン、うん、よし、ドン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 、いけ、よいしょ。これ回復はさ、結構効果でかいのよ。結構回復するでしょ、これいいよね。このあれ、君は筋肉質なだけでいつものやつかい？もしかして。もしかして、いつものかい？ジャイアントちょっとでかいだけだね。なんだなんだなんだ、いつものやつか。はい！いや、いつものやつだな。血濡れた鍵爪ってこいつから落ちるんじゃない？違うかな？え？あ、壊せる。え？これ絶対手術してるでしょ、これ。ジャイアント手術されてたわ、絶対。じゃ、これこっち側行って、貫通させてこよう。あと、メイズのやつが、メイズ探索、だいたい終わってると思うんだけど、救済に先なしの隠し通路、白の塔。
あれ、クエスト的な、クエスト的な、これは、不要の集い。全然違うか。いけてないんだよな。なんで引っかかっちゃう。すぐ引っかかるな。何かに引っかかるんだよな。動けない動けない。よいしょ。はいはいはい。よいしょ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 。いや、結局弓は一番強いからさ。よいしょ。はい。おしまい。体力を回復。ガントレットは強いんですわ。いけ。はい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 。あー痛い。あー痛い。ジャイアント痛えな。まあまあまあ休憩しなよ。ゆっくり休みな。よいしょ。よいしょ。はい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 。よいしょ。はい。いいね。まだ殴られ足りねえみたいだな。拳台の脳。ちっちゃ。いやでも、よく考えてみたら、別にね、自分の人間の拳台とは言ってないからね。よう考えればさ、めちゃめちゃでかいかもしれんよね、普通に。よいしょ。普通に考えてさ、このこいつの自分のこのさ、ジャイアント自体の拳だったらさ、相当でかいわけじゃん。また脳みそ落とした。はい、というわけで開通。おお、なんかめちゃめちゃ電気出なかった今。よいしょ。よし、爆散。回復。上と下でなんか分かれたりするの。おーおーおお。ああ、こいつアーチャーだね。でも弓矢で倒さなきゃいけないでしょこれ。ちょっと待ってね。上も見てくるから。よし、救済のリトグラフの破片。あと1個だな。リトグラフ、いつもなんか全部見つかんねえんだよな、フルで。たくさん見つけたいんですけどね。というわけで、ティロリーンっていう通知が鳴ったんだけど。対して私にとっては意味がない通知だったわ。このまま行くか。まあ、とりあえず進んでいって、どうせなんか手術とかやって、なんかいろいろやらかしてるやつなんでしょ、これ。ボスは。ボスはさ、やらかしてる野郎なんだろ、どうせ。救済と施しの間。後方かけて、ああ、狂気は満ちてる。なるほど。行くしかないか。え？おーおーおーおお、なんかすごいことなってんな。ちょっとずつやっていこう。って感じかな。まあ、とりあえず来なよ。とりあえず当たってんのかなこれ。当たってっかどうかわからん。ああ危ない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 。えっていうかあれ、下の人さ、それ平気なの？ねえねえ、ちょっと平気なのそれ。ずるくない？それはずるいよね。いやマジでね、今僕はずるいと思いました。はい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 。あなたたちは夢で倒さないといけないから。はい。おお、ちょこいつどっから帰ってきた。え、これ無限脇もしかして。ねえ、あなた無限脇なの？ねえ、あなたは無限に湧いてくるの？あ、湧いてくる湧いてくる。え、これダメじゃん。そしたら、え、無限に湧いてくれ。どうしたらええん。そしたら、え、どうしたらええん。ねえ、どうしたらええん。ねえ、無限に湧いてくれってどうしたらええん。そんな、なんかあんのかな。あー、わかった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 。わかったわかった。わかりましたよ。これは
通に迷路みたいになってるから抜けていけばいいっていうだけの話か。これはいけないから、あ、ちょっと待って、これなんか壊せんじゃない？お前ら邪魔、お前ら邪魔。なんで技で、ちょっと待って、なんで技出ねえんだよ。回復入れて入るかしょうがない。よし、オッケー、やっぱそういうことだ。あれを壊したことによって先へ進むようになると。ちょっと失礼しまーす。ふう、ピス、うん、またこれだね。あー、2箇所あった、もしかして。あー、これいけない、いけない。でも体力が回復できる。1人ずつ来よう、1人ずつ、やめて。よし、よいしょ、よいしょ。1人ずつにしようぜ、1人ずつ。落ち着いてさ、もうみんなで来るやん、みんなで来るやん。そんな遊びに来なくていいよ、みんなで。一人ずつでいいって、一人ずつでいいから、一人ずつでいいからねえ、一人ずつでいいからさ、来るのは一人ずつでいいから。そんなみんなで遊びに来ないで。グルメの食事何これ。まあ達成したならいいでしょう。そういうことだ。達成したならいい。達成することに意味があるから。で、どこで得たあれだったんだ。やだ、こいつらいくら倒してもキリがねえから先に進むしかない。で、赤い、赤い、ででででで、でちょっと毒になっちゃったじゃない。痛い。え、どこにある、どこにある、この裏になかったっけ。ないわ。ちょっと危ない危ない、殺しに来てる、めちゃめちゃ殺しに来てる。主人公さんを殺しに来てるぞ。よし、おい、ちょっと、まず1個、まず1個ね、まず1個。え、出て、お前やめろよ、賢いか。うう、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃうけど死なない、死なないけど死んじゃう。あなたは、あなたは敵のあれを聞かないんですか、弓は聞かないんですか。あ、ここ行けねえや。よし、下下下下下下下、やばい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 、行ってえな、行ってえな、いってえな。ここじゃない、ここじゃない。よいしょ。下か、下だな、下だな。違う違う違う。ああ、どっち行こう。しょ、大丈夫大丈夫大丈夫、まだ生きてる。俺はまだ生きてる。なんだって俺はまだ生きてる。だって俺はまだ生きてる。よいしょ。だって僕はまだ生きてるから。いじじじじ。ふう、よいしょ、逃げる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 。よし、ちょ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 、いてててててて、いてて、もう戦ってられないよこいつら、死なないんだもんこいつら戦っても戦ってもさ勝てないんだもん。意味ないよ、本当に意味ないよ、君たち意味ないよ、その存在意味ないよ、君たちの存在意味ないよ。どこだ、どこ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 って、こっち、 この先、この先、あ、ここだ、開いてる開いてる開いてるよ、先行けるよ。はあ、チェックポイント。遠いよ。ここ下の方にあったね、さっき。あったあった、これだこれ。まずはお前、まずはお前、はいはい、オッケーオッケー。弓矢、弓矢で、ちょちょちょ、あのさ、目の前のこれをやってくれ。よし、
ていうか2つ、あれちょっと待って、なんか2個ぐらいしか見つからなかったんだけど、あった他に。どうせ敵倒しても復活しちゃうから、あんまりそういうやつだったら敵と戦う意味はないから、あーここは意味なし。よし、回復を入れつつ、この先にあったんじゃなかったっけ、この先にあったんじゃない、ないか、あそこ出口だ。ちょっと待って、上から来て下降りて、行って、大丈夫、技を出させろ。何に阻まれた今。よいしょ、 OK、 よし、体力回復をしっかりして壊した。 OK、あとは逃げるだけ。なんだよお前、ついてくじゃん。バカだろ。ついてくんなよお前、ついてくんなよ。なんでだよ、なんでそうなっちゃうんだよ。ねえお前、ついてくんなって言ったでしょ。ちょっと本当についてこないで、マジで。ついてくんなお前は。あっち行きなさい、あっち行け。おお、何なんだよこいつ。お前よ、ほら、湧いてきちゃう。避けないやつ湧いてきちゃうから。本当に、邪魔だ。なんで死なないんだ。お前のせい、あねえ、君のせいかい。よし、やっと抜けられるよ、もう。本当に。疲れちゃうわ。アイテム補充、これボスでしょ。エフーフパールーノ、見て、いやー、なるほど。どうなってんよ。よいしょ、はいはい、ちょっとこれ上になんか登んなきゃいけなさそうな雰囲気がするね。あ、でもやっぱダメージ入んねえ全然。なるほどね、はい、いてもうこれ厳しいね。よいしょ、はい、いやー、食らっちゃう。これ食らっちゃうな、逃げらんないんだけど。体力回復して、よいしょ、大丈夫。おおお、おーおーおー、結構痛いわ。めちゃめちゃついてくるわ。お、電気。おお、よいしょ。なるほどね。これ長い。長くない、そんなに。ダメージでかい。大丈夫。まあ。これどうなって、見えない。一番の問題は見えない。
あー、なるほど、こういう感じか。ちょっとやっぱり心力足りてないのかもしれないな。え、またチューチューされちゃう。なになになに今の。終わった。うん、でもいけるな、いけそうな気がするな。つけて、よし、大丈夫。第2段階まで分かったから、これ何モチーフなんだろう。ハエかなんか。よし、条件達成で、あなたにも持ってきてくれたのかい。これを渡すと。気持ちよさそうだろ。これ持っていきなよ。また頼むよ。金鉱石か。OK で、心力を1。また頼むよ。 OK で、あとこの恐怖の矢の報告で戻る。こんにちは。でクエストの達成報告で心理教プラス1と。キス様、この先にはこの地の神がいます。今のキス様なら神対等に対峙可能。よし、これならいけるな。よし、行くか。これで倒せるはず。てか、これで倒したい。せっかくクエストクリアして対等になってきたんだから、対等な条件で戦おうぜ。さあ、行こう。FF パールーノ。おしまいにしたいけど。これは、ローリングしない方がいいのか。あー、そうそう、ローリングするともう追いつかれちゃうから。よし、オッケー。よし、オッケー。これは乗っかれないよね。オッケーオッケー。で、回復入れておいて、よいしょ。まあ大丈夫。あー、もうこれ食らっちゃうとダメだね、本当に。んー、だからこれが分け方わかんないんだって。本当に避け方わからん。あれ、避けられんの、むしろ。で、弾を生み出しておいて、よいしょ。いけ。よいしょ。OK。どこなりゃって撃ってるのよ。おお。OK。ちょっと、もったい。トン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 、よいしょ。 OK、 いってー。どこれは何やってんだ。逃げた方がいいよね。遠くに離れてボケか。 OKOK、 よいしょ。でこれを打ち込んでやって。 OK で、これも打ち込める。 OKOK。はい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 。で、あとは逃げるとオッケーだね。ちょ捕まっちゃうんだよな。いや、これは回復入れてもこのダメージかでかいな。ちょっと待って、躊躇しないで。体力回復して、よし、オッケー。よし、オッケー。しっかり決めていく。大丈夫。あららら。わがいと大丈夫だったな。オッケー。よいしょ。はい。はい。あ、なんかマントが。マントがなくなっちゃったぞ。え？これ新しいやつか。
よいしょ。うん、チューチューされちゃう、チューチューされちゃう。そんなチューチューしないで。よいしょ。なんでこれ。よいしょ。なんだ。よいしょ。よいしょ。おお。あ、もしかして即死系のやつか。よし、大丈夫だよ。戦えてるよ。戦えてる。全然戦えてる。いってー、躊躇しないで、躊躇しないで、躊躇しないで。あ、なるほど。なんか能力上げてる。いってって。逃げとく、逃げとく、逃げとく。回復入れといて、どこ行った、どこ行った、どこ行って、そういうとこにいるんじゃないよ。よいしょ、よいしょ。いって、チューチューしないで、チューチューしないで。すぐチューチューするんだから、あなた。回復入れて、よいしょ。オッケー。あ、なんでだから、この端っこでジャンプできないのは痛いんだよね。これ食らって、ドーンと。よし、いや、こっからが硬い、こっから硬いな。いってー、だから躊躇しないでって、そんな躊躇しないでよ。回復入れて、その1いいよ。いってて、そう、あの野郎暗い。おっと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 、大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫大丈夫。おいってやってすぐチューチューする。本当にこいつ吸ってばっかり、吸ってばっかり、すぐ吸うの、あなた、すぐ吸うので。もこれでおしまい。よし、心力も回収したし、いい感じじゃないですかこれ。インプルーブ、はい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 、いい感じじゃない。突出した強者いかに力をつけようとも、お前たち人の心は弱い。お前の力は救済の力と崇められ、それすれば幾度大丈夫となるだろう。そして救済した者たちをその力で殺すのだ。みんな声一緒やな。神の声はみんな一緒か。我々に聞きやすいように統一した声にしてくれてるっていうことなんでしょ、多分ね、きっとね、そういうことよ。あ、普通に先進めんの。おー。ん？あ、普通に先進めちゃう。ちょっと武器変えるか。いや、ちょっと回復しとこう。回復が大事か。回復が大事だから。これ、壊せない。壊せない。どこまで続くのこれ。この寒空の下。何これ、でかい。雲上構造物加担？ちょっと待って。何それ？それ、あ、何？空に行くってこと？おお。あ、こっちまで来たんだ。もう少し強いやつアニマが欲しい。わがままだな。使徒、知ってる知ってる。なあ、頼むよ。三号船所のベオルフ。おお、いいよ。待ってるよ。三号船所ってどこ、そもそも。え、この先ちょっとセーブしとくか。じゃあちょっと先行ってみるか。三号船所、え、なんかすごいピョッピョッてくる、ピョッて来てくれる。教会の国、遥か上空にあってなお上へ続くであろう道筋は人が作ったことをまざまざ見せつけるということらしいですね。おーおーおお、なんかもう、え、行く道が一本道か。あ、待って、これもうシート、待って、こっち強いわ、ちょっと待って。まあやるな。
強いね。強いじゃない。いきなり敵は強いな。なるほど、こういう感じのところか。とりあえずここ戦闘を繰り返さなくても、いやこいつ動きが早い。よいしょよいしょ、はい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 、あ吹っ飛んじゃった、どっか飛んでっちゃった。はい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 、ほい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 、リンゴの木を回収して、これどうしようかな、ここ進める感じでもねえな。帰るか、帰ろう。ベオウルフは後回しにしよう。まあ、とりあえず今日はこの辺で終わりということでいいかな。ちょっと待って。どうだい？あれ集まってなかったっけ。なるほどね。となるとまあ終わりでいいかな。ここ行ってないとこあんだよな、ここ。そういえば、ここ、この先。この先行けるかな？ちょっと見てくるか、これ。なんか、あれ、なんかな、何もなかった気がするな。まあ、いっか。終わりにしようか、じゃあ。今日はこの辺で。じゃあ次回またこの続きからやっていきますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまでの語りは私、コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。